その50を知るためには0を知って100を知らなきゃいけないんですよ。こんにちは、北田です。今日はですね、そもそもコロさんがいないんですね。コロさんに捨てられちゃったんですよ、僕は。今日コロさんどこ行っちゃったんですか？大阪に。なんで大阪に行ってんの、コロさんは。だいぶひりついた撮影があるって言って。ひりついたと。ということでね、今日はコロさんはね、ちょっと僕よりも大事な人がいるということで捨てられてしまったので、代わりに田代さんがリードをしてくださるということで、よろしくお願いいたします。はい、田代さん大丈夫ですか？なんか僕心配だな、田代さん。いや、ちょっと頑張ります。ちょっとお願いします。はい、頑張ります。はい、今日はね、 YouTube 歴何ヶ月の僕がリードしていければと思いますので、田代さん、今日はこれですね。お試し商品の重要性徹底解説、イエーイ、イエーイ。はい、ありがとうございます。こちらですね。田代さん、なんでこれを上げてきてくださったんですか？僕らがいろいろ広告とか見る中で、お試し商品っていうのをよく目にすると思うんですけれども、はい、企業さんとかが、どういうところにこう重点を置いてお試し商品を出しているのか、そもそもなぜそのお試しっていう商品を出しているのかっていうところがちょっと気になって、はい、今回お聞きしました。わかりました。僕自身もこれがお試し商品になるだろうなっていうものは実際にいくつかあります。お試し商品でやっていたことがメインの商品になることもあるし、メインの商品だったものが今ではお試しの商品になっているものも多々あるんですよ。なので、そのあたりもね、背景とか考え方をちょっとお話しできればいいかなと思います。でですね、よろしかったら概要欄にですね、北原貴彦の LINE をですね、ご案内させていただいてありますので、よかったらお友達になっていただいて、僕のね、お試し商品が届くと思いますので、よかったら研究のためにも観察のためにも見ていただければと思いますので、ぜひお友達になってやってください。ということで、早速進めていきますよ。そもそもですね、まずこちらですね、なぜお試しが必要なのかっていうところをお話しさせていただきます、はい、お試し商品がそもそもなぜ必要なのかっていうと、何かを売りたい、何か商品を売りたい、この作った商品を売りたい、手にしてもらいたいってなった時に、その商品が売れない時にお試しっていうものが発動してくると思うんですよね。作ったはいいけど売れない、だからお試しをすると。そのお試しをしてもらうことによって、何が起きるかっていうと、安心感、ブランディングの担保ができるんですよね。憧れと安心感の担保っていう部分ができます。そもそもなんで商品を買ってもらえないのかと言いますと、お客さんがその商品を買った時にこんな風になれるっていう憧れがしっかりイメージできなく、かつそこまで確実にいけるっていう安心感が担保されていないから商品が売れないんですよ。なので、お試しをしていただくことによって、商品を実際にシャンプーだったらお試し商品で使ってみる、このシャンプーだったら私の肌にも合うわ、髪の毛にも合うわとか実感していただくことによって、安心してメインの大きなサイズのボトルが売れたりするわけですよね。だから僕の美容室なんかも、お客様が新規でご来店いただいた時に、うちの全商品ですね、シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、アウトバストリートメントが髪の毛乾かす前用と髪の毛乾かした後用の5点あるんですけど、5点プレゼントしちゃってるんですよ。で、このプレゼントもあれですよ、なんかこうピッて破って渡すようなものじゃなく、ちゃんとしたミニボトルに入ったやつですね。全ての商品をプレゼントさせてもらっていて、商品説明をしっかりさせてもらって、お試しも渡していただくことによって、売り込まずに売れていくっていう状態になってるんですよね。これがお試しのパワーですね。先に使ってもらえるっていう、今ね、美容室の商品でお話ししましたけど、他にもお試しの商品で、例えばですよ、僕のコミュニティだったりとか、僕の講座ですね、講座はやってないんですけど、コミュニティの中にいくつか講義があるんですけど、じゃあ僕のコミュニティをお試ししたいなって思う人がどこに来るかというとですね、どこに来ると思いますか？僕のコンテンツが気になってる人はどこでお試しをしてると思いますか？田代さん、どうでしょう？ YouTube。 OK です。 YouTube も一つです。一つでも、もう一歩だって、 YouTube じゃ満足できないわけじゃないですか。じゃあもう一歩何ですか？ YouTube よりももっと安心感が担保されるのって何ですか？ SNS とか。いや、YouTube よりも遠いんじゃないですか？だって YouTube の方が距離感近くないですか？まだ。だって YouTube を最後まで見るってすごくないですか？確かにそうですね、はい、だって SNS って Twitter フューじゃないですか？ Instagram もフューじゃないですか？もっと距離感が近くなるものは何でしょうか？無料の説明会。正解。そういうことなんですよ。つまりですね、説明会に近いもの、商品の説明会、要は距離感を近づけられるものってことなんですよね。なので一番いいのはですね、会うのが大事なんですよ。でもちょっと具体的に一回やってみたいかなと思うんですけど、田代さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕の実績は知っていただいてますよね。存じ上げております。ありがとうございます。あ、田代さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。実績を知っていただいてるじゃないですか、はい、まだ距離感遠いじゃないですか、はい、田代さん、ちょっと握手して
てもらっていいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう距離感、はい、これの距離感です、ね、はい、じゃあ次ハイタッチしてもらっていいですか、はい、イエーイ田代さん、よろしく、これからよろしく、イエーイイエーイイエーイ。ちょっと距離感変わりましたよね。だいぶ違います。違いますよね。じゃあ最終やっていいですか。ハグしていいですか。はい、田代さん、俺と一緒に YouTube 頑張ってくれ。頼むよ、お願い、お願い、頼むよ、頼むよ、マジでお願いしますよ。はい、どうでしょう。悪魔的ですね。ですよね。これが距離感のコントロールです。これビジネスでやってるってことなんですよ。多分ね、今田代さんは分かってもらったと思うんですけど、握手の距離感、ハイタッチの距離感、ハグの距離感って全然違うんですよ。全然違いますね。違いますよね。ドキッとしますよ。もうそうなんですよ。でこれをね、やってる人とやってない人では他の先生と距離感の違いがめちゃめちゃ出るから、例えばですよ、同じものを売ってて同じものを買うってなってても、うん、はい、ハグしてる人から買うんですよ、極論言うと。ただ僕は勉強してるメンバーさん全員をハグしてるわけじゃないですよ。全員とハイタッチしてるわけじゃないですよ。全員と握手してるわけじゃないんですよ。ただ何が言いたいかというと、距離感を縮めるためにお客様に会いに行ってますか。これです。そうすると、田代さん、さっき YouTube ですか SNS ですかって言ってたじゃないですか、はい、YouTube とハグどっちが強力でした。全然ハグですね。ですよね、はい、そうすると Twitter でリプやり合ってますなんて全然薄いんですよ。そうですね。 Twitter のリプとか大事にしてる人すごいなとか思ってたんですけど、はい、結局リアルで会ってる人には絶対必ず勝てないんですよ。っていう風に思います。リアルで会って一緒に勉強しよう、大丈夫、お願いします、 YouTube お願いします。全然違くないっすか。全然違います。これを試すのがお試し商品の役割。結局そのブランディングみたいなところに関わってくるようなことになってくるんですよね、はい、そうです、そうです。要はブランディングっていうのは憧れと安心感ですよ。で今ね、よくわかんねえおっさんにハグされても多分 NG なんですよ。大事なのが憧れとかこの人っていうフックがかかってることなんですよ。例えば最初シャンプーのミニボトルを渡させていただいてるってお話をさせてもらったんですけど、はい、うちのブランドに憧れを抱いていて、うちが作り出す紙質に憧れを抱いているから商品試してみてくださいって商品のミニボトルを渡させてもらってるのって、ハグと変わんないわけですよ。だって試せてるわけじゃないですか。なるほどですね。味わえてるわけじゃないですか。実質ハグっていう。そうです、実質ハグなわけですよ。僕は講座とかコミュニティとかそれを提供するときっていうのは、ハグまでのやる距離感っていうのはしないですよ。でもハグするつもりで自分の中身を全部店に会いに来てもらうか会いに行ってます。そういうことをリアルでやってますし、リアルでできなかったら Zoom でやる、 Zoom でまだ集まらなかったらライブでやる、 YouTube でやるっていうのは大事なんですけど、ハグに比べれば YouTube 遠いっすよね。なのでお試し商品はなぜやるのか、安心感、憧れを担保していくこと、安心感を担保することによってハグをすることによって、この人から商品買おう、どうせならってなるわけですよね。そこをちゃんと担保するっていうのは大事ですね、はい、次ですね、何がお試しになるのかっていう部分で、はい、具体的に今ハグっていうことをね、もっと分かりやすく言うと商品に触れるってことです。今実際にね、田代さんに出ていただいて握手、ハイタッチ、ハグってことをやりましたけど、僕の商品って何なのかっていうと、経験を元にした事業の作り方が僕の商品なんですよね、はい、なのでこの経験を元にした僕の提案できる戦略だったり戦術だったりとかを考え方に触れられる場所に来ていただくことによって、それがお試し商品として機能してます。ちょうど昨日ですね、説明会を映画館貸し切りでやらせていただいたんですけど、はい、いかがでしたでしょうか。いや、もう規模が違いすぎて圧倒されてましたね、はい、なのでね、ああいう風にですね、ああいう風に言ってもあれなんですけど、まあこんな感じでね、壇上に上がってお話しさせてもらってるんですけど、しっかり僕の中身を全力で話すわけですよ。どんな考え方で買ってきたのか、どんな考え方で目の前のお客様を喜んでもらってきたのか、そしてお客さんと一緒に成長してきたのかっていうのを包み隠さず3時間にわたってお話ししたんですよね、昨日は、はい、それに対して触っていただく、触れていただくと、そこに来てくださった方がどうせ勉強するんだったら北原さんと勉強していこうっていう風になるわけですよね。それって僕に触れに来ていただいた方ですよね、はい、昨日田代さんね、撮影で来ていただきましたけど、はい、多分聞いてて触ってもらったと思うんですよ、僕の知識を、はい、お試しいただいたと思うんですよ。そうですね。あれを聞く前と全然ちょっと変わりません。いや、もう全然違いました。違いますよね、はい、っていうこと。それがハグできるような距離までいけるといいですねって思ってます。間違っちゃいけないのは、お客様全員とハグしろってわけじゃないんです。そうじゃなくて、今はね、分かりやすくデモンストレーションでやったんですけど、それぐらいの距離感まで近づいてますか、それぐらいの距離感まで商品見せてますかっていうことがすごく大事です。
では次ですね、お試しの際の注意点っていう部分ですね、はい、じゃあお試しを作ればいいんだってなるじゃないですか。違うんですか。合ってるし違う。まず商品を作ってそれが動かなかったらお試しをするんですけど、はい、注意点として最終的にやりすぎないってところになるんですよ。だってもし田代さんがですよ、 YouTube の新規クライアントを開拓しようってなった時に、はいはい、田代さんが新規クライアントの開拓ができないとするじゃないですか、はい、できないとした時に、はい、お試し商品で何を打ち出します。僕だったら動画を何本か無料で作って実際にやってみてもらう、はい、撮影まで全部込み込みでやっちゃうかもしれないです。素晴らしいですね、はい、でそれで満足してしまったらきっと買わないですよね。確かにそうです。お腹いっぱいになったら。なので今確かにそうですっておっしゃってくださいました、はい、大事なのがですね、やりすぎないんだけど一回やりすぎてみるっていうのがすごく大事ですね。その要はお試しでお腹いっぱいにさせてみるんですよ。そうするとあ、ここまでやるとお試しでいいですっていう風になるんだなっていうのが分かるんですよ、ね、ああ、なんか自分の中で線引きっていうのを身をもって感じてみる、はい、そうです。だ例えばですよ、どんなジャンルでもいいんですけど、はい、厚めの教科書とかって手にしたことってあると思うんです、はい、あります、あります。あれ10ページで渡してもらったら、はい、お続き気になるなって言ってるんですけど、ボンってきたらあ、なんかもういいっすってならないですか。なります、なります。食べ物もそうですよ。一口だけだともっと食いたかったなってなるんだけど、特盛りボン来たらいやなんかもう大丈夫ってなるじゃないですか。確かに。それだからどこまでがお試しとして機能してもっと欲しいって言ってもらえるのか、はい、ここまでお試しで出すとなんかもういいっすってなるのかっていうのをちゃんと線引きするために一回やりすぎてみるんですよ。でやりすぎない領域を知るんです。だからまず0と100を知るとお試しの50が分かるんですよ。お試しっていうのは30であり20であり40であり50であるっていう部分なんですけど、はい、その50を知るためには0を知って100を知らなきゃいけないんですよ。これがお試し商品の作り方としての配置の距離感です。例えばですよ、北原さんのコンサルティング受けたい、北原さんのコミュニティに受けたいって言ってる人がですよ、はい、じゃあお試しで僕と一緒に会ってみますか、イエーイハグーってやるじゃないですか、はいはい、毎日飯食うじゃないですか、はい、今更金払ってあっていうこと、はい、だからどこまでがお試しとしてやっていいのかってなった時に、はい、僕は無料でのセミナーの時にやってることってのは説明会する、知識は提供する、だけど質疑応答はしないとか、一緒に写真を撮りに行くぐらいの距離感にはならないとか、それが有料のセミナーだったら違います。5000円とか1万円とか3000円でもいいです。お金をいただいた場合にはもうちょっと距離感を近づけようかなとかっていう風にやってきますね、はい、なるほどですね、はい、だからこのお試しによってその人がそこにいて僕がここにいる、商品がここにいてその人がそこにいる時にお試しをここに配置するとちょっと近づいて、はい、どうせだったら北原さんのところまで行こうかなって言って制約っていう形になりますね。なるほど、すごい分かりやすいですね、はい、そんな感じで使っていただけるといいんじゃないですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひもしよかったら田代さん、僕はもう今出し切ったので何か質問を。じゃあそれに、はい、どのぐらいのコストをかけるかとか。ああ、いい質問だ、はい、具体的に言うとお試しを提供してメインコンテンツが販売できて、はい、メインコンテンツが売れた際の利益で、はい、そのフロントの活動がペイできるんだったら OK です。だから僕今セミナーやっていて、まあ大体3人とか4人チームでセミナー行くんですよ、はい、そうすると大阪に4人で新幹線で行って宿泊すると大体いくらぐらいかかります。35万ぐらい。あー、なるほど、いいところですね。35かかるかな。4人で15万ぐらいじゃないですか、まあ、20万以下ですよね。だから僕らがお試し商品を実行するときって20万以下ぐらいなんですよ。20万以下。20万以下の企画をやって、はい、そこで20万以上の売り上げ利益が立つ企画だったら継続できる企画になるんですよ、ね、なるほど。だからお試しをした時の引き上げ率とか、そもそもそのお試しすらも有料にしてしまうとかね。なるほど、有料のお試し、はい、例えばですよ、昨日はねちょうど1回無料でやらせていただいたので無料セミナーだったんですけど、はい、僕のセミナー、商品の説明会のセミナーで最大いくらいただいたと思います。商品の説明会1時間半ぐらいです。1万とかですか。ドンピシャ、ドンピシャ1万いただいたんですよ、この時のセミナーは、まあ、商品の説明会セミナーなんですけど、はい、制約率、商品の買わせてくださいっていう引き上げ率がめちゃめちゃ高かった。やっぱ1万円払ってきたお客さんがその後15万円の商品を販売したんですけど、はい、もうほとんどの方が
買ってくださいましたね。だってもうお金払ってでも説明会聞きたいって言ってるんで。ああ、そもそも LINE が違うっていうこと。そうですね、はい。とか美容室フランチャイズのね、加盟金で250万いただいてる商品なんです。で、250万円いただいてロイヤリティ 10% いただいて、その代わりちゃんとこうね、成功していただくための集客とか送客だったり教育のところをちゃんと担保した結果、美容室がどん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 増えていって、どん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 買っていくオーナーが増えていったんです、はい、その美容室の最初マンツーマンで個人面談してたんですよ。それ3時間ぐらいかけてやってたんですよ。案件が大きいので、はい、ちゃんと分かってほしいので1対1でやってたんですけど、はい、それも有料でやったんですよ。これね、1回無料でやったら行列できたんですけど、話だけ聞いてみたいって人がたくさん来ちゃったんですよ、はい、で、この話だけ聞きたい人なのか本当にやりたい人なのかっていうのが見極めができなかったんですよ。有料化すると本気の人だけが来るんですよ、やっぱり。じゃあその3時間のマンツーマンの説明会、会ではないんですけど、はい、説明おいくらでやったと思います？10万。そう、10万ってやったんですよ。すごいですね。なんで知ってるんですか？いや、もう僕の中で計算しました。天才すぎますね。計算したんですちょっと公式が知りたいでもそうなんですよ、10万円でやったんですよ。10万円でやって FC になっていただいた人にはその10万円をちゃんと返してるんですよ。で、その代わり10万円いただければその3時間徹底的にみっちり解説してたから、はい、10万円で中身が知れたって。だから本当にガチでやりたい人だけを来てほしいから10万円っていう提示して、はい、それで10万円入金してもらってフランチャイズやりますっていう風になったら加盟金を10万円分下げていただくっていうことをやってました。なんかそれっていうのもさっきあの北原さんがおっしゃっていた0と100を知って50の1000を引くっていうところにやったんですよ。やったところもう本気じゃない人たちがいっぱい来たんです、はいはい、とにかく時間がどん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 奪われてしまって、はい、本気じゃないんですよ。やりたいっていうふりした中身知りたいっていう人なんですよ、ね、でそこに個人でやっていくとやっぱりねもう無理だったんですよね。なのでそこの入り口を10万円っていうふうにしたら本気でやりたい人が来るんですよ、はいはい、だからそこをちゃんとお金で障壁を作らさせていただいて、それでもやりたいんだっていう人、聞きたいんだっていう人を来ていただいたっていう感じですね。でも結局そういった人の方が10万円で来てくれた人に対してのそのお試し商品をすることでお互いにその10万円以上のものが手に入る。もちろんもちろんもちろん、はい、そのフランチャイズの商品の説明の時、3時間時間使った時っていうのは、はい、そもそも僕の1時間っていうのが3万円で提供してるようなものじゃないですか。そうですね、これって決して暴利じゃないと思うんですよ。でかつその商品の中身をちゃんと提示して見ていただいて、はい、あなたがやるって言ったら引き受けられる人だけをちゃんとこっちで審査しといてですよ、はいはい、だからあとはあなた次第ですと。でもっと詳しく説明して、説明と面談をさせていただく時間をこのように取らさせていただきました。だからあなたがやりたいって言ってもらえればもうこっちとしては引き受けるつもりでいますよっていう状態で来てもらったんですよ、ね、なるほどっていう感じです。もしノーって言ってもうちの中身が分かるので今後の参考になると思います、うん、コンサルに近いものになると思います、はい、ってことを話した上でそれを通すわけですよね。めちゃめちゃお試しを使いこなしてる。いや、めっちゃ使いこなしてますね。だから1回テストしてやってみて、やりすぎてみて、やりすぎない0と100を知って、30から50の機能ってどういうものをやれば30と50で終わるのかってことを知った上で、それをちゃんとフロントにお試しとして飾る、はい、これが大事ですね。ぜひですね、皆さんもビジネスをね、挑戦しよう、やってみよう、今やってるよっていう方が多いと思います。なのでまずお試しない方ちょっと試してみてください。作ってダメだったらなくせばいいんです。なのでサクサクとやっていきましょう。ということで本日は以上になります。よろしかったらチャンネル登録の方と高評価の方ですね、ぜひよろしくお願いします。あと概要欄の方に北原貴彦の LINE をご案内させていただいてますので、よかったらお友達になってやってください。一緒に勉強しましょう。お友達になっていただけると北原のなんとお試し商品っていうのが届いたり、イベントでご案内させてもらったりする時もありますので、ぜひお友達になってやってください。僕の連絡受け取れるようにしてやってください。ということで今回もありがとうございました。またお願いします。